サルチャンネルおっイエーイ。ボタンは使わない、まあ、使わない使わない。あれ、ワンタンキルをもう一回やろう。おほほならね、ワンダキル僕めっちゃ得意やったね。頭使ったでしょ。やった。あー、確かに疲労はしてる。うん、まあ、でもなんだかんだね、あの全部出すというパターンしかまだできてないから。確かにその1個程よいのはまだ出てないよ。そうですね、1個思いつかみたいなのが出てない。はい、じゃあ先行を決めましょう。林でいいか、はい、左にいたから、はい、そっか、こうちゃんポジションね。はい、はい、山手線ゲーム10周系。うおー、雲のね、渋谷の名前ね、はいはい、まあ、確かにこれ10個覚えてやるな。こそ次に10個、ここカットされないんじゃ。うん、好きなタイプで始める。1、2、なんか半分くらい歩けそうな。10はいけないけど、フォトバンクに一覧があるから。なるほど、はい、じゃあいきます。はい、よーすげーイエーイ。雲の名前、名前、高層運、高積運、層運、層積運、パス、回します。剣運。あはははは、剣運。あ、そっか、剣運だよな。実習運気多分全部言えると思う。あー、そうなんだ。そう、いけます、鉄壁や。剣運でしょ、うん、で、剣層運と剣積運からでしょ。はい、高積運と高層運言ってて、層運も言ってて、積運は言ったっけ。積運言ってないかもしれない。うん、層積運言った。あと、乱層運、はい、と積乱運でしょ。あれ、僕が、層積運から。おお、すごい。そのなんか組み合わせれば名前になるってことだけ覚えてる。積層剣の基本的に組み合わせなんだ。積乱雲だけそのら違いにいると。積乱雲、乱層雲だけ別で覚えて、で、剣雲と積雲とその差を覚えれば。確かに。あとは、まあ、高がつく高いところがあるから、うん、それだけ覚えればいけるっていう。じゃあ今度山上先行で今見つけたお題でやります。やばい、なんだろう。 EU 加盟国。うわいやーちょっと待って、全部は無理でしょ、これは。スイス。なるほどね。そう、そう、ヨーロッパにあっても EU に加盟してないパターンがあるから、ね、そう、パターンがあるから、どれが、ね、加盟してないか、僕ちゃんと覚えてないんだよな。まあ、イギリスは入ってないとしてください。うん、いやそうなんだ、ここで高校地理をちゃんと待ちやってなかったことが。でもなんかこれヨーロッパって順番に思い出すっていうのがめっちゃ難しいから、そうなんか仮に全部覚えてても多分抜けちゃうよね。思いついたやつが、その、たまに入ってないこともあるでしょ、うん、EU に。いや、なんか、ヨーロッパの国なんか、適当に言っとけば大体は当たるけど、たまに、どうすればいいんだ、これは。どこが入ってないかもよく分かんない。まあ、今ヒントで、スイスは入ってないっていうのはね、言いましたけど。はいはい、じゃあ、いきますか。はい。山宣言、EU 加盟国。ポルトガル。スペイン。フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、ポーランド、イタリア、ギリシャ、オーストリア、チェコ、スロバキア、デンマーク、ルーマニア、ハンガリー。回します。ボスニア・ヘルツゴビナ。いや、その辺がわかんないんで。入ってない。よし、わ山上のがいちいちチェックしてられないから、うん、ありそうって。だけど全部チェックしてたよ。あ、してた。なんか、なんか北欧の国が1個どっか入ってない。いや、入ってない。なんかね、アイスランドとかは入ってない。アイルランドは入ってるっていう、うん、なんかその辺が1個入ってないなと思って。あ、でもあれか、ノルウェーかな。ノルウェーはあれか、ノルウェー入ってない。ユーロ、スウェーデンとフィンランドは入ってて、ノルウェーは入ってない。だからそれが、ね、ノルウェーだったか何だったかちょっと不安で、うん、とりあえずその絶対入ってる主要なパッと出てきそうな国だけとりあえず全部いっといて回せばなんか外してくれるから、ね、明らかに西から言ってたから、うんうんうん、東でメジャーなやつを言った方が良かったかなと思ったけど、ハンガリーとか中央ら辺も抑えられてるんだよな。一応ね、バルト三国全部入ってるから。あ、そうなんだ、3つ。そうだね、そうだ。エストニア、ラトビア、リトアニアが高校の時と、アイルランドとキプロス言わなかったかな。あ、キプロス、なるほどね。とギリシャも入ってますか。ギリシャ入ってる、言ってたけどね。あ、そうか、言ってたな。とクロアチアと、あ、クロアチア入ってるんだ、うん、とスロベニア言わなかったね。
ああ、まあ、スロバキアは言ったスロバキア、いやでもスロベニアちょっと怖かったアシュートしたらその辺旧ユーゴがどこが入ってるかがちょっと分かんなかったと、ブルガリア逆に入ってないところだと思う入ってないところが分かれば多分確かに、入ってないところ覚えた方が絶対、うん、そう、そうブルガリアとマルタって感じですねあ、マルタブルガリアとマルタ、リヒテンシュタインとか入ってないんだそうだねあその辺は、うん、まあ、そうだねちょっと小国すぎて、うん、小国ってなんか入ってるか微妙なところが多いかなだから、ボスニア・ヘルツェゴビナとか、あと、セルビアとか、モンテネグロとか、セルビアも入ってないんだ。は入ってない。あと、あれが、あと歴史が浅いところ。最近、北がついたのと。マケドニア北マケドニア、うん、は入ってないね。だから、でも、アルメニアとかも入ってるんだっけアルメニアは入ってない。アルメニア入ってないね。入ってないか、うん。入ろうとしてるか。まあ、この辺は結構、ヨーロッパとするかどうかみたいなところもあるし。そうか、そうか。いや、無事はこれ。普通になんか、あの、こうちゃんやってた時横で見てて、なんか、めちゃくちゃ一方的じゃんと思ってたけど、いや、やるかまになるのやっぱむずい。むずいっすよ。うん。なんか、どっちが、ちゃんと、今回は知識がないパターン、どっちも多分、確定的な知識がないパターンって感じ、今回は。じゃあ、何かな。なんか、理系になっちゃうな。いや、ランタの移動。うわー元素ね。あの周期表で下に追いやられている一軍。57番からですね。はい。どれがランタナグルかもあんま分かんないんだよ。15個っていうのは分かってるかね。まあ、全然出てこない。でその場合はね、僕がだから出てき終わる前に始めた方がいい。まあ、それからあの山上のチャレンジにしちゃってもいいけど。ああ、確かに。どうする？僕もね、多分全部は無理だな。ここが。何個か山上のチャレンジ見たいんだけどちょっと待って僕は、まあ、明らかに少ないからボスが思いついてる数が山上にワンダーキル強い説あるからそうそう、うん、山上がいかにクリアできるかいやこう一回入ってる回転と網羅的に覚えるってことに長けてるからここまでの感じ見るとまあね57から72がね何かわかれば71がちゃうのかないやね昔覚えた気がするんだけどなでも忘れちった結構ね序盤がきついかもしれない序盤が思い出せない あんまりじゃあそれをジャスコが1個貼っとけばいけるかもねまあどれで貼ろう貼ったやつがなんとなくない可能性もあるからなんかね順番も今ちょっと曖昧になってたからちょっと分かんないかどっちがどっちだっけもう分かんないよまあいいややってみるかお山崎ゲーはーいイエーイランタノイド元素ランタン、セリウム、プラセオジム、ホルミウム、ガドレニウム、イッテルビウム、テレビウム、エルビウム、やばい、前ね、回します。ロジウム。ロジウム45だ、違う。違うな。なんかね、全然覚えてない。なんか結構、僕のやつ外してない？外してない？磁石言ってない、あんまり。ネオジム。ネオジムじゃん。ああ。あとサマリウムも言ってた。そんだから、あ、だからそこが抜けてたのか。ね、そうだね。頭からいいわ。ランタン、セリウム、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム。あ、ユーロピウム言おうと思ってた。ガドリニウム。ガドリニウム。ガドリニウム言いますよ。その辺だ。言って。テルビウム、ジスプロシウム。あ、ジスプロシウムか。ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウムです。あ、ルテチウムか。ちょっとあれだったな。磁石、ネオジム言えなかったのがダメだったね。まあでも勝ってるからな。ワンダヒルは成功した。ワンダヒルは成功した。最後ルテチームをな、絞り出せなかった。ルテチーム忘れたの。全然違うやつ貼っちゃった。じゃあ開始のジャスコチャレンジ。はい。東京23区。いや、僕まだ生きるやつ来たな。めっちゃ苦手だ。微妙なあれも。23でしょ東京の地図全然わからん。とりあえず一旦思い浮かべよう。これはでも、なんか多分名前だけは絶対聞いたことあると思うから。そうね、どこにあるか知らなくても。単純に23個思いつけなかったやつの中に、僕の知って思いつけるやつが入ってるから。うんうん、まあでもその場では多分私から、その山上が張ってるやつが何個潰されるかね。そうね。難しいな。メジャーネットを残すのが一番ダメで、僕としては。そうだね。うん。
人口多いところとか有名な施設があるところとかを先に潰しとく必要がある。いやこの時間に山上が思いつく可能性があるから、そうこれいつ始めるかはかなりね難しいところ。やりますか。やばい、おやる山線ゲーム、東京の区の名前、杉並区、足立区、北区、港区、世田谷区、大田区、台東区、江戸川区、回します、文京区。うわー一番大事なやつだからね、次の1個が思ったより出てこねえんだ。あーそうだね、山手線としてね、東大の本郷キャンパスはね、文京区にあるんですよ。いや多分戦略としては山手線沿いを結構攻めればよかったなと思って。うん、確かにね。そうそう、そしたらあの目黒駅は何区にあるでしょう、品川区みたいな問題が多分パッと出てくるから、そっから、確かにあの逆算すれば結構いい。目黒区より品川区って思う。だから目黒区も品川区も思いつける。その問題思いついたね。結構早めに諦めちゃった。結構粘るタイミング大事だな。まだまだ1個ある相当残って、 1,2,3,4,5,6,7,8 個しか言ってないから。江戸川区とか言ったっけ。江戸川区言った。練馬区とか言ってない。言ってないね。豊島区とか。うわー結構残してるな。だからやっぱもっと粘るべきなんだよな。言ってないのが荒川区、板橋区、葛飾区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、墨田区、渋谷区、新宿区言ってるのやばい。中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、目黒区。だ僕はだとりあえず3つぐらい覚えたのを持っておいて、潰れたら違うやつ補充するみたいな。そうだね、高校がぜん有利だよね、このゲーム。うん、グッズ思いつくまでにその言ってる間がシンキングタイムになるからね。だからこっちはシンキングタイムめっちゃ短いのに、こっちだけずっとシンキングタイムっていう状況だからね。はい、じゃあね、サブチャンネルでもワンターンキル山手線ゲームをやっていきました。まあ全部思い出せばいけるけど、リズムゲームっていうのはね、全部思い出せてもなかなか難しいんですよ、ね、そうそうそう、リズム要素がやっぱあるから、そうですね。今回はね、あのメインチャンネルは結構リズムゲーム要素が少なかったけど、うん、ここは結構リズムゲーム要素出ましたね。そうはね、結構リズムにつられて、なんか早めに諦めちゃった。早めに諦めちゃったね。はい、ということで、サブチャンネルのチャンネル登録、メインチャンネルのチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではバイバイ。それではむずいぜ、リズムは。いや、むずい。